FRP 巻き取り成形は、型にガラス繊維やアラミド繊維などでできたシートを巻いて、溶かしたポリウレタンなどの樹脂を塗りながら染み込ませて硬化させていく成形法です。熱可素性の成形品に比べて、強度に優れた筒状の製品を成形できます。